しー。目。として、みたらしうにに。あれ先輩、今日残業なんすか <laughs> 俺、スマホ忘れちゃって。なんで、泣いてるんすかえ 早く帰ってひどいなぁ。こっちは心配してるだけなのに。あ、泣くなら、胸でも肩でも貸しますよ。えぇ、ー、いらないんすか今なら、ぎゅーと、よしよしもついてますよ。あれ照れてます先輩、こっち向いて。 泣き顔見られたくないんだ。<laughs> まあいいですけど。とりあえず。ハンカチ。どうぞ。<laughs> 素直な先輩は可愛いですね。<laughs> そうやってすぐ怒って、子供みたいなところも可愛い。馬鹿にしてない。馬鹿にしてないから帰らないし、 泣いてる先輩を一人にして帰るのは嫌だ。だって、明日目が腫れて、とてつもなくぶっイクな目で出社したら、取引先とかに迷惑かけるでしょえへへ。<laughs> まあ、それは冗談として。またあの人に仕事横取りされちゃったんすか やっぱり、本当はあの人性格悪いな。人の仕事ばっか奪って、努力も無視して感謝をすることもない。なのに成果だけは自分のものにするなんて。いつかバッチが当たりますよ。<laughs> だって、先輩が教えてくれましたもんね。組織の中にいて、周りや環境に感謝できない人は、 誰もついてこなくなるって。俺が入社して一番印象に残った言葉。仕事のこととか、人間関係とか、言葉の使い方とか、大事なことはいっぱいあるのに、まず最初に言われたのがそれだったから、ああ、この人はきっと、そういう思いをしてきた人なんだなって、思ったんですよね。それに、 ずっとニコニコして、いつもありがとうって言葉が出るって、素敵だなって、思ったんですよ。だから、いつかあの人に後悔させられるように、俺、頑張りますね。あれや、ちょっと感動しちゃいました <laughs> い,いえ、これは本当に俺が思ってることだし、 唯一心に響いたことだったんで、そんな素敵なことを先輩が教えてくれたから、今の俺があるんですよ。<laughs> もう涙止まりました <laughs> ああ、そうでしたね。泣いてないんでしたねー。<laughs> ほんとそういうとこ大好きですよ。<laughs> 動揺してくれてるのも嬉しい。ねえ、先輩。泣きたいとき、一人で泣いて平気な人にならないでください。悔しいときとか、悲しいときは特に、一人で泣くのダメっていうか、う俺が無理。 だからね、先輩。<laughs> こっち、向いて <laughs>、うんうん。思いっきり、泣いていいですよ。嫌 <laughs> です。 話しません。泣くのは、俺の腕の中にしてください。なんでって。好きだからに決まってるじゃないですか。本当は、泣いてるんだろうなって思って、スマホを忘れたふりして、帰ってきたんですからね。 俺の努力、無駄にしないでください。<laughs> ほら、思いっきり泣いていいんですよ。<laughs> だから、好きなんですって。なんか言えばわかるんですか。<laughs> まだ言うの案外しつこいね、せ 好きだから、好きな女を一人で泣かせるとか、嫌なんです。全く面識のない人に、いきなり、こうやって抱きついたら、ただの変態ですけど、先輩なら、許してくれますよね。えーセクハラ。 それはなえるなぁ。<laughs> ああ、でもどうせセクハラって言われちゃうなら、キスしたり、もっと体触っちゃいますけど、いいですか <laughs> ちょっとどんびちしないでくださいよ。<laughs> 俺だって、先輩が嫌がってるのに、 変なことはしたくないですよ。でも、俺の気持ちを適当に流されるくらいなら、キスでもした方が、本気、伝わるでしょ <laughs> 口では否定してるくせに、そんな可愛い顔してたら、俺、勘違いしますよ。それ、 いいけと思っていいんですかはい。もちろん、いくらでも泣かせてあげますよ。でも、好きな人をぎゅーってしてる腕の中でそんなこと言われちゃったら、俺、もう話さないですけど俺に、勘違いさせたままで、 いいんですか何 <laughs> ですかじーっと見て。先輩も、俺のことが、好きってことで、いいですか <laughs> 言いたくないってなんすか <laughs> 決めました。 先輩の口から、好きで好きでどうしようもなーいって、絶対言わせてみせますからね。覚悟しといてくださいね。<laughs> 受けてっつってなんだよ。<laughs> ああ<ー笑>、泣きやんで笑っちゃったー。作戦失敗。ん成功じゃあ、ご飯行きます いっぱい美味しいもの食べて、また頑張りましょう。あ、でも、その前に <laughs>。明日目が腫れないように、おまじない。いひひ。いいで。<laughs> えー、叩くことないじゃないですか。<laughs> 罰として、先輩がおごってくださいよ。<laughs> はーい。チャンネル登録をして、次の動画も、ちょっとだけ、見てみない